ビーさん、ただいまー、ただいま、ビーさん。暑そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、帰ってきましたね。それで、今日は大好きな春雨サラダとフキノトウとタケノコの炒め物でつまんでいきたいと思います。よし、いますよ。いただきます。うますぎる。うますぎます。食べていきたいなと思います、ね、あ、やっぱりうまっ。あっぱりっていいね。春雨好きなんだな俺、うん、春雨好き。食べて飲んでばっかりじゃなくて走ってるんですよ。ほんと最近ね、もう帰ってきて早く飲みたいからちょっとね3キロぐらい帰り短くしちゃってる。じゃないと飲む時間がもう短くなっちゃうんだもんね。ほんとそのね3キロがで30分ぐらい違うから、俺暮らしてから着替えたりなんだりしてると30分はでかいんだよね夜は、うん、はい、2本目。いやー今日何曜日だ。今日火曜日か、明日水曜日か。平日の方が忙しいけど好きなんだけど、休みの日は友達と遊んだりできるからそれもいいよね。平日から友達と遊んでるような日々を過ごしたらもっといいんだけどね。似たような感じなんだけど、面白話さ、お友達とさ酒飲んで寝てパッて起きたら深夜3時 で残ってた酒飲んでまた寝たんだって、朝起きたら二日酔いでなって言ってたんだよね。それびっくりしたのがあれって俺3時って起きる時間じゃん。人とずれまくりだよね時間が。3時俺起きる時間なのよ。
もうパッと目覚めて3時とか2時半だと、あ、起きなくちゃって思っちゃうんだよね。おかしくない？3時に起きてるって。別に起きなくてもいいんだよ。5時から仕事してるとかじゃなくて、ただ朝ランしたいからさ、意味不明な毎日だよね。でもね、あの早朝のね、皇居の新鮮っていうかシャーマニックさを感じちゃうと朝行きたくなっちゃうね。みんな行ってごらん、朝の6時頃の皇居すごいから。千代田区じゃないよあれ、千代田区じゃない別次元のなんか世界が待ってるよ。なんかね、ジングルウェオ、ジングルウェオ、ジングルウォーズウェイ、デンデンデンテレテテテレテテテテテ、えいって今日はこのチキンの半身揚げ買ってきました。クリスマス、クリスマスイーブじゃないんだけども、なんか食べたくなっちゃってね。で今日は久々ね、このミヤちゃんで、ミヤちゃんとこのホッピーちゃん。で行こうと思います。ミヤちゃん久々出てきましたね。ミヤちゃん入れる。よっしゃい、よっしゃ、ホッピーも酔うんだよねこれ。ホッピーもね、お、あ、ちゃ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 、うん、うん、うん、うまそう。うん、うん、あ、あ、うん、いいよね、なんか元気になるっていうか、元気になる、元気だけどね、店でしか見たことがある。うまい。わあ。よし、締めの時間になりました。あ、これ。締めはこののり巻きと納豆巻きとけんちん汁。やっぱ高いけど買っちゃうんでこれ。こういうの俺高くないんだけどね、高くはないんだけど、なんか食べたくなるんだよね、なんか、うん、なんでだ、うん、最後ホッピー一杯飲んで今日はね終了にしたいと思います。これで
まっ。なんか最近面白いな、本当に謎だよ、いろいろ。しか言えねえよ。ああ、うめえ。Yeah, I used to be there.